はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、ミニッツの、MR03 シャシーのですねホイールベースについて、ご紹介したいと思います。前回はですね、ホイールオフセットの話で、その前がですね、ナロートレッドとワイドトレッドの違いというのをご紹介したと思いますけれども、今日は、ホイールベースにですね焦点を当ててご紹介したいと思います。でまずこちらに、シャシーを持ってきているんですけれども、 MR03 シリーズですね、ホイールベースを語る上で欠かせない、モーターマウントというのが存在します。でこれですね、散々何回もご紹介はしてるんですけれども、サポートページ上にあるですね03のテクニカルガイドというものをプリントアウトして持ってきました。で下にちょっとこういうふうにあるんですけど、モーターマウントがですね MM、RM、LM、HM とあるんですけれども、それをちょっとご紹介したいと思います。でまず MM というのはですね、こちら今レディーセットはですねおそらくこのタイプが最も多いかなと思うんですけれども、このモーターがですねこのリアの車軸より前にある、MM の M はミッドシップですね。ミッドモーターマウントのケースが MM というふうになっています。で、もう一つ RM、 こちらちょっと最近少なくはなってきましたけれども、このようにですねリアのこの車軸よりも後ろにモーターがある、リアマウントですね、リアモーターマウントが RM というこちらの形になっています。でもう一つですね、LM というものがあるんですけれども、よくこれ LM ルマンっていう風に取られるんですけども、実際はこれローマウントなんですね。まあ、LM、こういうボディですね。まあ、こういうボディが乗ってるんで、ルマンと取られやすいんですけども、こういうボディが乗ってる LM というのがあります。で、それぞれのシャシーの違いとですね、ホイールベースの関係を、まあ、ご紹介したいと思います。まず、一番多い、この MM から行きましょうか。こちらですね、一番すごく使われているもので、MM というものなんですけれども、こちらですね、はい、ミッドモーターマウントというもので一番多いという形になります。でまずその前にですねホイールベースと何ぞやっていう話からいきたいと思うんですけれども、このフロントのナットがついているこの車軸の中心部ですね、フロントの車軸の中心部とリアの車軸の中心部のこの間の距離のことをホイールベースというふうに言います。これはあのミニッツだけじゃなくて実車もそうですね。で、このホイールベースというのがミニッツは可変式になっていて調整できるというのが、まあ、シャシーの特徴です。で、この MM モーターマウントをですね、通常ボディついて売られている状態で、98ミリ。一番オーソドックスなこの LL というやつですね。2L とも言うかもしれないですけど。この98ミリっていうのがこの MM シャシーの基本の部分になります。そしてですね先ほどの、こちら RM というものがあるんですけども、こちらはですね、一つホイールベースが短くなっていきます。今これがですねこのホイールベースの車軸が、94ミリという車軸になっています。先ほどのですね MM に対して4ミリ短くなります。でミニッツはですねこの4ミリ単位でホイールベースが変わります。でですねこの RM モーターマウントも MM もそうなんですけども、一番おそらくホイールベースを可変させて使うのが多いのがこの RM モーターマウントかなと思うんですけれども、こちらの図のようにですねこのホイールベース S という 86mm、90mm、94mm をですね組み替えられるというのが特徴になっています。で具体的にはですねこのようにですねシャーシーのモーターマウントの取り付け部分に穴が3つあってですね、それをスライドさせることで調整します。ちょっと実際にこれ外してみたいと思います。現状ですね今ちょっと一番長いこの 94mm というものになっていて、一番後ろにモーターマウントがついている感じですね。で、これをですね、実際にちょっと外してみましょう。
そうするとですね、このようにちょっと穴が、1、2、3、4、5、5個開いてると思うんですけれども、これがですね、このプレートの下に入ってるんですけど、これを一番こっち側のですね、車体前方の方向に合わせて付けたところが一番短いこのホイールベース S86mm というふうになります。まあこれを上からこう付けていくんですけれども、でこのガイドに沿ってですね、 S で1個ずらすと M で、もう1個ずらすと L というふうに、このガイドに沿ってですね、1個ずつずらしていくと、SML というふうに組み替えができます。でですね、下だけではちょっとダメで、上のですね、こちらダンパーステーもですね、ここも一緒にずらさなきゃいけないので、この図のようにですね、この RM で組まれているレディセットをお買い上げいただいた場合はですね、この辺のパーツ入ってますので、下のですね、距離に合わせて、短いもの、中間のもの、長いものというふうに SML で分かれているんで、上もですね、こちら、ここの2つとここの1個ですね、外してダンパーステーを取り替える形でホイールベースが変えできます。はい、で実際ですね、この先ほど言ってた MM もですね、可変機能はついてるんですけれども、この MM シャーシーをこれより長くして使うことってあまりないんですね。で実際その 98mm よりも、先ほど 4mm ずつと言いましたけど、 102mm で使うっていう時に出てくるのがこの LM モーターマウントというやつですね。 L マウント、このローマウントです。で実際ですね、これこういう風に比べるとホイールベース、フロントで合わせるとこの 4mm 後ろに長いんですけれども、こういう風にですね、ホイールベース 102mm で使いたい場合はこの LM マウントという風になってます。で一つこの LM マウントが特殊なところはですね、ちょっとこのように比べてもらうと分かるんですけれども、モーターの搭載位置がですね、少しこちらのものよりもこっちに寄ってるんですね。その関係もあってですね、このデフギアのこのシャフトがですね、こちらとこちらの通常のものよりですね、長い設定になってます。でそれをですね、ここの先ほどの、ここですね、LM モーターマウントが、この 102mm で使う場合なんですけれども、でですね、こちら、テクニカルガイドの5ページなんですけども、 LM タイプの、デフギアアッセンブリー、このデフギアですね、この後ろのこちらのシャフトはですね、このようにですね、通常の 65mm に対して、69mm と、4mm 長い設定になってます。なので、単純にですね、モーターマウントを付け替えてもそのまま使えなくてですね、LM モーターマウントっていうのはこの 69mm の長いものがついています。で、実際にですね、この LM モーターマウントっていうのを使うときは、オフセットがですね、変わってきてしまうんですね。先ほど言いましたけども 4mm 長いので、こちらのシャフトに変えただけでですね、片側 2mm 広くなっちゃうんですね。なので同じオフセットのホイールでも 2mm ずつこう外側に出ちゃうので、元々のボディに合わせて同じ幅で使いたい場合は 2mm ずつですね、小さいオフセットに取り替えて使っていただくという必要があります。ちょっとその辺はですね、 LM モーターマウントを使うのは結構特殊なので、組み替えなんかで使う場合はですね、こちらテクニカルガイドの LM モーターマウントを LL ホイールベースで使う場合という注意書きがあるんですけども、ちょっとここは少し難しいので、実際に組み替えて使うっていうのはなかなか少ないと思うんですけども、それをちょっとやってみたいという人はここをご覧になっていただくと分かりやすいかなと思います。はい、でこのようにですね、今日は、ミニッツのホイールベースに関して、ご紹介をしました。で先ほど一番最初にここにあった HM というのも
さっきは全然触れなかったんですけども、こちらはですね、ハイマウントというもので、モーターがですね、この車軸のすぐ上にポコーンって出てるやつが、昔あったんですけども、今はですね、ボディ付きのレディセットでは販売されてないので、まあ、ちょっと紹介はしませんでしたけれども、こういったものも、まあ、シリーズの中にはあるというふうに、ご紹介しておきます。はい。いかがだったでしょうかね。今日はあの03シャーシのですね、ホイールベースとは何かというところと、そのホイールベースの調整の仕方ですね、ご紹介しました。で、各モーターマウントも紹介したんですけれども、もう一個あのよく問い合わせがある、巷によくある MM2 って何っていうのに関してはですね、また次回、詳しく紹介したいなと思います。でですね、この、週刊ミニッツ速報なんですけれども、なかなか内容的にいいな、役に立ったなっていうふうに思われた方はですね、ぜひあの、チャンネル登録をしていただけると、更新内容なども逐一届くようになりますので、よろしかったらお願いします。